赤ちゃんのお世話セットだよ。後ろから開けてこんな感じのセットになっていて、これが赤ちゃんを運ぶことができるベビーカーだね。ここがくるくる回ってコロコロ転がすことができるんだよ。じゃあここのところに赤ちゃんを入れていこうかな。おくるみを着ているね。あ、おむつはまだしていないから、このおむつを履かせてあげたよ。これでいいかな。このおくるみもこうやって伸びる素材でできていて、こんな感じで取って、そしてまた着せてあげて、こんな感じで遊べるね。この帽子も、あ、こんな感じで取れるよ。前髪がちょっとあるんだね。それじゃあこのベビーカーにこうやって乗せてあげて、そしてその他のセットも見ていくと、これがミルクを作る粉が入ってる容器で、こんな感じだね。ここからこのちっちゃなスプーンですくってあげて、この授乳瓶のところに入れてあげて、人肌に温めてあるお湯をこうやって入れていくよ。これで赤ちゃんが飲むミルクができたかな。そしてこのミルクをお口に持ってきて、そして美味しそうに飲んでいるね。飲み終わったらちょっとお口が寂しくなってくるかな。そしたらこのおしゃぶりをしゃぶらせて、甘々してご機嫌になってきたね。